くなんですけれども、はい、ちょっとこれから調理始めていきたいんですけれども、あのざっくりとで大丈夫なので、あの工程だけ説明いただけますでしょうか。はい、もうお米洗って炊くときにもう丸々のさつまいも切らないのをそのままドンって入れてもう大雑把なおばあちゃんだったので調味料ばばばっと入れて、あとはもう多分もち米の代わりにお餅を入れて炊くだけです。はい、もち米の代わりに、多分お餅もち米の代わりに入れてたんだと思います。お芋入れるのはなんかこだわりというよりはもうこれでいけるみたいな感じ。多分最初切ってたのかもしれないんですけど、切らなくてもいけるって気づいちゃった、もうそのままドンっていつしか入るようになってました、はい、あ、途中からそう、最初切ってあった気がするんですけどもう途中で発明したんですか、ね、そのままボンっていつも入れてました、うん、なんかあと、うん、ちっちゃいお芋とかがいっぱい、なんか段ボールにいつもなんか芋がある、うんうんうん、おばあちゃん家、うん、いっぱいなんかあって、でなんかちっちゃいお芋とかを何個か入れたりとかもしたり、うん、大きいのだったらそのままボーンって入れて、あとはもう炊くってだけでした。あの合理的ですよね、うん、なんといってもだってね、だって結構切るの大変じゃないですか、さつまいも硬いし、で炊いた後は柔らかくなってるからしゃもじで切れるから、うん、それで食べてました。でしかもなんか包丁で切るよりその方がなんか美味しそうなイメージありますもん。ね、はい、そう、断面増えてなんかお米に馴染むし、うん、しかもそのお米があれですよね、お餅の力でおこわっぽくなってですよね。はい。はい、楽しみです、ね。はい。では早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。